で今回食わず嫌い養成試験ゲストを見てください。日の丸を背負ってます。なんとオリンピックでバラ卓球の日本代表岩渕幸洋君。幸洋じゃないです、紅葉です。あ、紅葉、紅葉もみじ君ね。あ、もみじじゃない、はい、なんと今日、紅葉選手よろしくお願いします。いやなんかあれなんでしょ、なんか自分がもぐもぐタイムするとき食べてるのがやらとの羊羹なんでしょ。そうなんですよ、僕羊羹好きで、トラヤの栄養補給にはやっぱトラヤの羊羹が一番、やっぱりやらとでしょ。だから今度ね、岩渕くんを見たときはね、岩渕じゃないです、やらと紅葉で、やらと紅葉でぜひ皆さん応援していただけたらと思います。新たに岩渕紅葉選手ありがとうございました。Thank you.